暇つぶし探偵チャンネル私立探偵のキユです。今日は浮気調査会議なんですが、一本撮ろうかなと思いまして、不倫カップルって離婚した後幸せになってるのかっていう疑問ありません？普通に考えたらね、そんな人を裏切ってまでね、まあ裏切って傷つけて散々やらかした2人ですから、まあ不幸になってほしいと思うでしょうね、当事者はね。肌から見てもそう思う人も多いと思うんですよね。自分とは関係なくても不倫が嫌いで、まあ不倫カップルなんて幸せにならないでほしいって人も多分多いと思うんですよ。で、実際はどうなのかっていうと、まあどっちもですね、幸せになるカップルもいますし、ならないカップルもいる。僕の周りでも3組ほど不倫カップルで結婚した人たちがいるんですけど、この3組は幸せそうですね、今も。この3組に共通して言えることは、不倫がバレてなかった、性格の不一致を押し通してなんとか離婚に持ち込んだと。だから 2,3 年かかってるんですよね、そういう人の離婚はね。大変でしたね。まあでも同情の余地はないんですけどね、まあ悪いことしてるのはその不倫カップルなんで。ただ幸せになるなよとは僕は思わないんですよね。その人たちが幸せじゃないと、その人たちの間のね人たちも幸せな気分にはならないので、それとこれとは別かなと思います。こっちを不幸にしたからこっちも不幸にしなさいっていうのはちょっと僕は別の問題だと思ってるんで、あんまり不倫をしたからって人出らしいとかバカ野郎とかは思わないんですよね。でですね、この3組がバレてなかったからって幸せになったってわけでもないんですよ。バレたって幸せになってる人たちはいます。実際浮気調査が終わってその不倫相手と結婚したっていうのもよく聞きますし、で幸せそうにやってるらしいですよなんていうのも、まあ、聞いたことは何度もあります。逆にどういうのが不幸になるかっていうと、不倫というねスパイスがこうかかってるわけなんですよ、この恋愛には。恋愛って言っていいのか分かんないですけど、不倫なんで。それでですね、盛り上がって燃え上がった2人が不倫じゃない状態になった時に果たしてどうなのかっていう、不倫だから楽しいっていうのもあるんですよ、正直。だから不倫関係をなくしてしまった時にどうなるかなんですよね。だから会社が一緒だから不倫してたけど、部署を移動したり転勤になった場合は恋愛が終わるとか、一緒に地元に住んでたけど遠距離恋愛になったら恋愛が終わるとか、そういうのあるじゃないですか。それと同じで、環境の変化、状況の変化にその恋愛が本当に対応できているかどうかっていうことが大事だと思うんですよね。不倫カップルって結構勘違いしてる人多いんで、その辺でね、うまくいくかいかないかっていうのは分かれると思います。はい、だから不倫カップルっていうのが本当の意味で純粋に愛し合っているのか、そうではないのかっていうのを見極めるのには、やっぱり離婚してみないと分からないってところありますよね。ただ離婚後すぐ後悔する人っていうのは、その不倫の状況が楽しかったんですよね。まあ恋愛も楽しかったんですけど、確実にその恋愛を燃え上がらせてきた要素に不倫というものがあったってことなんですよね。だからそれがなくなっちゃうとね、急に喧嘩し始めるカップル多いんですよ。だからいつでも会える関係になったから、よく求めるじゃないですか。例えば不倫をしていた時は週に1回ギリギリ会えるか会えないかで満足してたんだけど、離婚するといっぱい会いたくなるでしょ。でも実際それはね、どちらかがうざく感じたりもする。だから本来自分たちに合ってたペースで会ってたんですよね。ところが不倫をやめた途端いつでも会えるようになっちゃったからめちゃくちゃ会うとかね。あとはまあ奥さんにやっててもらってたことはね、いきなり不倫相手にやらせようとする男、お弁当作れよとかね。だから男の場合に多いんですけど、奥さんを失うっていうことは、まあ全員が全員じゃないんですけど、お母さんを失うみたいなのと同義の人もいます。同じことになる人もいます。
洗濯物や家事全般ね。であと自分が面倒くさいこと、会社に行って給料さえ持ってきてれば全てやってくれた奥さんがいなくなっちゃうので、で俺のこと散々愛してるって言ったんだから当然それぐらいのことやってくれるんだろうと、不倫相手に同じ内容を求めるが、不倫相手はそれを拒絶する、私はあなたのママじゃないのよとね、なるっていうパターンですね。まあ、それでまあ別れると。で、不倫のカップルがうまくいくかいかないかっていうことは、その不倫をやめてみないとじゃない、ごめんなさい、離婚してみないとわからないっていうことだったんですけど、もうちょっと見極めるとしたら、不倫相手に対して結婚したいっていうふうに思っているか否かなんですよね。女性の場合はね、この人と結婚した方がメリットがあるわと、まあ考えるわけですよね。だからこう収入のメリットだったり、衣食住のメリットだったり、まあその他もろもろいろんなとこ連れてってもらえるメリットだったりっていうのを考えて、まあ一緒になりたいって思うかもしれないんですけど、男の場合ね、あの結婚する結婚するって言っててもね、いざ離婚して自由を手に入れてしまうと、あれちょっと待てよって、今すぐこれ結婚してまた元の状態に戻るのかと、ちょっとは自由を楽しもうじゃないかみたいな考えになる人もいるんで、そうするとやっぱりうまくいかないですよね。まあ、全体的な割合で言うと、不倫後もうまくいく人は多分全体の、僕のあくまでも推測なんですけど、全体の 20% ぐらいだと思います。あとの 80% は分かれます。不倫という関係が2人を燃え上がらせてただけで、そのスパイスがなくなってしまえば何とも味気のない、味なしチャーハンみたいな感じですかね。だから全然うまくもないし、すぐ飽きちゃうと、まあこんな感じですかね。ということで、また探偵暇つぶしチャンネルでお会いしましょう。失礼します。